fuck is fly? Glad you like it. As I told you, it's yours. Are you seriously serious? For the fifth time, yes. But I gotta go. I'll be in touch about our little venture. Man, good looking. Yeah! This motherfucker. Woo! フランクリンの新しい隠れ家、すごい豪邸ですね。住んでみたいな。すごい綺麗、夜景もこんなに広いところに一人、なんかみんなを呼んでパーティーしたくなるような部屋ですね。何があるんだろう。すごい、ここがキッチン。まだなんかあんまり何もないけど、外も出れるのかな。あ、ちょっと窓が綺麗すぎて外に出れなかった。こっちか。おお、すごい、すごいよ。あ、プールもある。ここからプールに入ってみようかな。ちょっと一人称じゃないのにしよう。一人称じゃないのってどうやるんだっけ。ちょっと久しぶりだと操作忘れちゃった。こうだ、できたできた。ちょっと待って、銃構えてる。銃はいらないよ。よし、じゃあプールに入るよ。それー、イエーイ、入った。すごーい。泳いで。すごいね。自宅でこう泳げるって、とっても気持ちいい。ちょっとすぐ端についちゃうけど。わっ、泳いでるうちに朝が来たよ。きれい。すごい。あ、びっくりした、落ちるかと思ったよ。朝のジョギングもしよう。やっぱ素敵な家にいると気持ちがいいな。ジャンプジャンプジャンプ。お、ちょっと格好悪かった。フランクリン、ご近所さんに挨拶もしないとね。あ、子供いるのかな、この家は。まあさすがに入れないよね、人の家だから。すごい、ちょっとこの辺り高級住宅街じゃないのかな。誰もいないね、まだ朝早いからかな。ちょっと、おはよう。あ、お姉さんだよ。行っちゃった。おはようございます。とっても気持ちがいい朝。次のミッションの連絡はまだ来ないのかな。ほんと一つ一つがすごいね、これ。アル・フランクリンの家だよね、こっから見える大きな家。すごい。綺麗すぎる映像が。これもうリアルな世界と見間違っちゃいそう。すごい。こういうところあるもんだって。さあ、ミッションの連絡も来ないし、ちょっと朝のジョギングは、じゃあこの辺にして、またちょっとね、じゃあ次のミッションもやっていきたいと思います。